空中で直すってすごいですよね。さあ、彼女のやっぱり得意といえばこのしなやかさです。しかもこれスラロームって言うんですが、簡単にね、一つの技であります。そう、そしてしかもですよ、この高く飛ぶ、この高さのある、しかもこの高さを維持するところ、これもなかなか難しい。しかしちょっと今回はですね、足少しだけ捻挫しているので、ごめんね、あんまりパフォーマンスできないんだってことなんですが、おー、サムちゃん、後ろの船も手振ってるよ、聞こえるかな。後ろの船も手振ってるよ、こんにちは皆さん、隅田川をね、お楽しみの皆さん、そして船に乗ってる皆さんのこんにちは。隅田川みなもの祭典2023アクアフードフライングショー、お楽しみいただいています。体力使おうといっちゃうね。さあ、サムちゃんの登場ではありますが、回転してきました、回転してきました。この後2回目のフライングショーでは、サムちゃんはあるアニメのキャラクターのあの曲で登場します。しかも浅草といえば、なんかみんな分かるんじゃない。そう、1回目のこのフライングショーはサムちゃんはノーマルで、そしてコマちゃんは黒子の衣装で登場してきましたけども、2回目終了で30分ぐらいにおそらくなるんじゃないでしょうか。2回目の時にはそのサムちゃんがあのアニメのキャラクターに扮して、そしてその曲とともにフラッピングショーをお楽しみいただきますので、どうぞお期待ください。ということで、12時30分からご覧いただきました、1回目のアクアボードのフラッピングショーでした。コマちゃん、サムちゃん、ありがとう。いやー、かっこいいよね。1時50分にシャモちゃんとコマちゃん、そしてフリースタイルの福田選手、浜中選手、岡本選手、全5人が集合して。